ました。本日はお忙しい中ご来場くださいまして誠にありがとうございます。スタッフ一同熱く御礼申し上げます。本日司会進行を務めさせていただきます松倉でございます。あいにく不慣れなためお聞き苦しい点が多々あるかと存じますが、最後までお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。ただいまよりコロナ時代に考える世界を救った女性2人の生涯、ナイチンゲール生誕200年、フランクリン生誕100年と題しまして記念講演会を開催いたします。まずはじめに講師の朝倉幸春先生をご紹介いたします。朝倉先生は東京大学農学部をご卒業され、大学時代は応援部リーダーとしてご活躍されました。卒業後は駿台予備学校講師として医学部受験生に生物学を教えておられます。朝倉先生は日本がん学会分子生物学会の会員でもあります。また同時に千葉県船橋市の市議会議員として生物学の視点を生かしながら提言されております。それでは先生よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。そして本日は、お招きいただきありがとうございます。私は先ほどの紹介にありましたように千葉県船橋市からやってきました。千葉君って千葉県のキャラクターで、埼玉県が同盟にいるんだということでよろしくお願いいたします。でまず自己紹介に変えてたんですが、これが私が、大学の研究室で分子生物学の実験をしている様子の左の図ですね。そしてあともう一つ右の図がこれが東大の応援部で私が、大学時代に活動していた、ここにいますけど、私はここに誰かいますね。池田智子さん、10代の池田智子さんという貴重な写真ですぜひご覧ください。で本日はこれから講演をさせていただきますが、2つの話が主になります。3つの話ですね。1つはやはり池田智子さん、に関しては私たちその同世代の皆さんは、注目して応援し続けているので、全国で応援し続けているということをご指摘いただきたいこと、それから、本来のテーマであるロザリンド・フランクリンさんという非常に素晴らしい女性の研究者がいらっしゃるという話、そしてもう一つが、今皆さんの一番関心のことであるのがウイルスの遺伝子の話ですね。このことを話していきたいと思うんですが、フランクリンさんの話が15分ぐらい、そしてウイルスと遺伝子の話が15分ぐらいお話したいと思うんですが、特にウイルスと遺伝子の話というのは非常に難しいところがありますので、本日の話で全て理解できなくても触りだけなんとなくこういうことでウイルスというのは、動いてるし研究者は研究してるんだなという触りだけ分かっていただければと思います。でまずちょうど10年、100年前に生まれたロザリンド・フランクリンさんはこの方です。顕微鏡を覗いている写真ですね。これ、フランスの、セーヌ川のところで、サイクリングしている写真です。でこれすごいですよね。皆さん私の世代でもありますけど、イングリッド・バーグマンとか女優さんのような綺麗な方なんですけど、その、彼女が非常に実は生物の研究者として活躍されていたということです。さて、まずウイルスの話に入る前に新型コロナウイルス感染症に関しては飛沫感染とそれから接触感染が、危険だと言われています。特に接触感染の方についてお話したいと思うんですが、接触、私たちは無意識に、いろんなところ触って接触していくと、そしてその、仮にこの手にウイルスがくっついてしまった時のためにいわゆる手洗いをきちんとしましょうというのが厚生労働省のホームページで強調されております。で手洗いをきちんとしましょうということが言われてますね。でそれでこれがウイルスの構造なんですが、ウイルスというのは、こんな形をしているんです。
判決はスモークリングリというスモークのスモークようなやつなんです。ウイルスにそっくりになってきたんですが、この突起状のものがありまして、膜がこの中に遺伝子 RNA が入っているんですね。でこれが細胞の中に侵入してくるんです。で実は細菌とウイルスは違いまして、細菌はこういう形の細胞が自分で増えていくんですが、ウイルスは例えばここら辺に浮いてても絶対自分では増えません。人の細胞に侵入して初めて増殖するんですね。でそのウイルスの増殖の仕方がこんな形で、ウイルスはこの突起でこの細胞の表面に張り付いて、そうすると細胞がそれを受け止めてこう中に入れてしまうんですね。でそうするとその中に入れたものからこの RNA という遺伝子が出てきまして、この RNA が自らをコピーするとともにウイルスに必要なタンパク質をこう作らせるんですね。タンパク質を作らせて、その自らの RNA とウイルス用のタンパク質を合体させて子供のウイルスが出てくるという、これ人の細胞なんです。人の細胞の仕組みを乗っ取って増殖しているというのがウイルスなんです。それでそのウイルスに対して今いろんな薬が開発されておりまして、このレムデシビルというのは、トランプ大統領が打ったんじゃないかと言われているやつですね。でこういうものがいろいろ開発されてますが、まだ非常に完全な治療薬がないので、私たち予防を心がけなきゃいけないと思います。それではなぜ、ウイルスを防ぐために石鹸で洗うことが有効なのかということなんですが、ここはウイルスの、これ細胞なんですけど、細胞、私たちの細胞は細胞の外と細胞の中がそれぞれ主成分が水、主に水でできてるんですね。でその水をやり取りしながら水になじまないような性質が必要だと。ここの青っぽい色で書いてるところが水になじむ性質を持った特徴です。この茶色っぽいところで書いてあるのが水になじまない油の性質を持っています。水の性質と油の性質を両方とも兼ね備えているのが実は細胞の膜の仕組みなんです。でその膜の仕組みと同じものを、実はウイルスも持ってるんですけど、石鹸がなぜ有効かというのは、石鹸はこの水になじまない疎水器というところと水になじむ浸水器というところがあって、これを服の油の汚れのところに水になじまない油になじむところを接近させて、そして取り囲んで周りが水ですので水にうまくなじむ、油の部分を油に近い部分で積み込んで周りの水に溶け込ませるということをしているんです。でそれと同じ構造のウイルスに関しての石鹸がこう入り込んで、私たちの洗濯の時に汚れを落としているのと同じ原理でウイルスのこの膜のところを溶かしてくれるというのが石鹸の効果なんです。それではフランクリンの話にいきます。でフランクリンは実は、非常に若い時から自然科学が好きでありました。で彼女はロンドン の、ユダヤ人のコミュニティのユダヤ系の流れの人なんですね。でその流れの中で上流階級の人でした。お父さんが銀行家です。でユダヤ人のコミュニティの中で育って、セントポール女学院という日本でいうと立教女学院にあたるところに通いまして、旅行が好きだったり登山が好きだったりしました。でそして、16歳の頃には科学を専門にする決意をしたんですね。でナイチンゲールも17歳の頃に同じような決意をされておりますので、ほぼ同じ頃に自分の職業の決意をされたと。でそして、17歳の時にケンブリッジ大学に入学しました。その17歳の頃は1938年ですので、ちょうどここから第二次世界大戦が始まって、ちょうど20歳の頃はドイツ軍が ロンドンの爆撃をした頃です。でその頃は避難をしながら空襲警報、通報係なんかもやっていました。そしてだんだん戦争が終わりに近づいていくにつれて、彼女の研究の世界が始まっていくんですが、まず石炭の穴の研究、石炭の構造を研究したんですね。当時イギリスにとって石炭産業というのは重要でしたので、石炭の構造を研究した。で特に石炭に開いている穴の構造の研究した、そして、戦後、戦争が終わるといよいよ本格的な研究が始まるんですけど、その戦争が終わる前に20歳の頃にお父さんに書いた手紙があります。
で、この手紙の中で父は熱心なユダヤ教徒です。でユダヤ教徒で、自然科学はあんまり重んじてなくて、そして宗教的なものを重んじている人だったんですね。それに対して彼女が、いろいろ父に対して立派な手紙を書いてるんですね。科学と日常生活を切り離すことは不可能ですし、そうすべきでもないです。科学は私にとって人生を解釈する材料を与えてくれるものといいます。それは事実と経験、実験に基づいているものです。信仰のために必要なのは、最善を尽くせば成功に近づくという信念と志にかなった成功を手に入れる価値があると信じる心だけだと思います。お父さんは宗教的なことを重視したので、自然科学は重んじなかった。そして、フランクリンが自然科学に進むこと反対はしなかったけれど、あまりこう大切なことだと思わなかったんだけど、フランクリンさんも信仰を持ち続けながら自然科学の道に入っていきたいということで、お父さんに対してしっかり手紙を書いてあるんですね。さて、そういう中で、実は1943年ぐらいに実は後の科学の世界の流れにつながる重要な出来事が起こりました。でそれは遺伝子が何か、私たちの生命の、人間だったら人間の子供は人間になると、でその子供また人間になっていくと、猿だったら猿の子供は猿になっていくというのは遺伝子で決まってるわけですけど、その遺伝子の仕組みに対してだんだん解明しようとする動きが出てきた。それともう一つがシュレディンガーという人なんですが、生命とは何かという本を書きました。この人は物理学者で、ナチスから亡命してそのアイルランドにいた人なんですけれど、このシュレディンガーという人は物理学者だったにもかかわらず生物学に言及してくるんですね。でそして生物学について物理的に解明できないかという世界が初めて、ここで切り開かれました。生物学と物理学は別の世界だったんですけど、初めて合体していったんですね。でその頃に、フランクリンは X 線解析写真という写真を、物質の写真をきれいに撮る技術を学んだんですね。でフランスのパリに行きまして、イギリスからフランスに行きまして、フランスのコミュニティの中で非常に自由な研究の雰囲気を味わいました。自由にこの女性とか男性とか関係なく、若いとか研究が歴史が長いとか関係なく自由発達に議論できるという世界に行ったんですね。でこれが実は後にイギリスに戻った時に影響を与えるんです。でフランスでしばらくやった上で、研究した上でロンドンに戻りました。でキングスカレッジというところに入ったんですね。ちょうど30代で技術的にも円熟していた時期です。でそしてその時にウィルキンスという人に出会ったんですね。でこれが実は当時のロンドンのキングスカレッジというフランクリンさんがいた大学と、それからケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所というワトソン・ブリックという人がいた研究室の様子なんですけど、実はモーリス・ウィルキンスという人がこの研究室にもともといた人で、 X 線解析写真というものを撮っていた、撮る技術があった人です。でモーリス・ウィルキンスの後にこのフランクリンさんが来たんですが、当時まだ男尊女卑の雰囲気も強かったですし、このウィルキンスという人は、フランクリンは私の手下だ、手下だというか、その私のチームの中の一員として私を手伝うために来たんだという認識だったんです。でもフランクリンの方は対等な研究者として採用されたと思ってたんですね。でそういう行き違いからだんだん不仲になっています。でその時に、このワトソンとクリックという後に有名になる DNA の構造発見者と言われている人たちが、この人たちは実は、DNA に関して、DNA というのは、これです、二重らせんで私たちの遺伝子の本体なんですけど、この構造が当時まだ分かってなかったんですけど、この DNA の構造について、突き止めてノーベル賞をもらいたいと思ってたんですね、この2人は。で、この2人は自分では基礎研究してはないんだけど、なんとかデータだけ集めて、いろいろ接近して、モデルを最終的に組み立てたんですね。でフランクリンは非常に真面目に DNA のことを研究してました。で、2人は研究し、基礎研究してなかったんだけど、データを集めて、論文を発表したんですね。で、実は、ワトソン・ブリックが二重らせんモデルを突き止める時の最大のポイントとなったのが、
このフォトグラフ51番、写真の51番の X 線解説写真です。これが実は二重らせんという DNA の最も特徴的な構造を示す写真で、これをワトソン・クリックがフランクリンの許可を得ずに見たことが最終的にワトソン・クリックの二重らせんの論文の発表につながっています。で、今自然科学の教科書でも、まあ、一般書でもワトソン・クリックが DNA の構造解明の第一人者だということになってますけど、実際はフランクリンが果たした役割が非常に大きいんですね。さて、ここからは遺伝子とウイルスの話にまた入っていきますので、先ほど最初に言ったように全て理解できないところがあっても、なんとなく触りだけ理解していただければと思います。私たちの遺伝子の本体は DNA、 これ聞いたことありますね。 DNA というものがあります。で、その DNA の親戚で RNA という物質があるんですね。で、この RNA という物質の情報を最終的にタンパク質にするんです。これが DNA が設計図、設計図ですね。で、その RNA が設計図のコピー、そして最終的にタンパク質を作るんです。で、そういうのが細胞の中でこういう一連の流れがありまして、最終的にタンパクができる流れがあるんですけど、その流れを研究する中で、ちょっと先にこっちに行きますけど、その DNA とその主役、人の体の中では遺伝子の主役である DNA と、それからコピーである RNA には非常に似た構造であるということが分かってたんですね。ほんの少しだけ分子の構造がほんの少しだけ違うと。で、ここに ATGC という、こう暗号みたいなのがあるんですが、これがこう延々と並んでいるということが分かってきました。で、この、暗号について、ちょっと暗号ということと例えてさせていただきますけど、一番人間社会で有名な暗号はモールス信号というのがあります。モールス信号というのは船舶同士がその情報やり取りをする、まあ、昔電信と言われて、電信と言われてましたね。一番有名なのが SOS、船舶が、救護信号を出すときに S、トトトで、ターンですね、トトトで、超音、O が、O、ツーツーツー、トトトで、トトトツーツーツー、トトトと、続けると、それを受け取った人は、これ S と O と S だと、この、船がピンチだから救いに行こうというふうに考えるんですね。で、英語の26文字のアルファベットを見事暗号にして表現しているんです。で、それと同じことを実は生物はやってまして、実はさっき言った ATGC の暗号、まあ、RNA でいうと AUGC の暗号なんですけど、この暗号を3つずつ並べると、それがフェニルアニンとかロイシンとか、まあ、ここら辺あんまり聞いたことないと思うんですけど、有名な私たちがよく聞くタンパク質とアミノ酸としてはグルタミン酸というのがありますね。グルタミン酸、あるいは、まあ、アルギニンとか聞いたことある人もいる、トリプトファン、こういうものが、塩基の並びによって暗号が決まっておりまして、それで、タンパク質のアミノ酸の並びが決まるんです。例えばこういう ATGCCCUGGC となっていたら、それがクロリン、グルタミン酸、アスパラギン酸、アルギニンというのが並びになっているんですね。で、それがこうだんだんとこうアミノ酸がこう並んできます。で、並んでくると、実はだんだんとそのアミノ酸がの並びの鎖が折りたたまれてきまして、まあ、糸くずみたいな形なんですね。糸くずで、これが糸くずみたいな形ものような形になったものが皆さんの体の中で働いているタンパク質です。で、このタンパク質が私たちの体の中で、例えば赤血球だったら酸素を運んでくれたり、さまざまな、働きをしてくれているんです。で、このような暗号の仕組みの最初の解明のポイントに、フランクリンさんがいたんです。さて、ウイルスがなぜ、手ごわいのかということで、ウイルスを突然変異すると、遺伝子を次々に変えていくという話を聞いたことが、あるんではないでしょうか。まあ、新型コロナの前にはインフルエンザがずっと流行り続けてきました。で、インフルエンザは一冬でこのさっき言った塩基の暗号を少しずつ冬の間に変えていって、次の年には別のタイプのインフルエンザにのちょっと違ったタイプになっているんですね。で、その、暗号の変え方なんですが、
これ私たちの遺伝子である ABO 血液型も、A 型 B 型 O 型という血液型がありますけど、こういう3つずつの暗号で成り立ってるんですね。例えば GTG だったらバニンという皆さん、 ACC だったらトリオニンという皆さんと、 CTT だったらプロニンという皆さんで、人間のその血液型の原型は A 型だと言われてますので、 A 型から変異をしたのが B 型です。で、 B 型の場合には GCC という暗号が GGC になるんですね。で、 GGC になるとアラニンがグリシンになる。あるいは、A 型が O 型になる、変異した時には、GTG の G がこう消えるんですね。消えてしまって、消えてしまうけど3つずつ読む約束はありますので、ここ消えたところを飛ばして3つずつと読むと、この読み訳自身が変わってくるんです。この、読み訳自身が変わってこと、フレームシフトといいまして、それ以降のアミノ酸が全て暗号が変わってしまうために変化の大きい形になります。ちょっと日本語で例えてみますと、3つの言葉でできた、言葉が、ヒロシ、ミユキ、好きでデートしたい、しかし勇気なくて話しかけずというのが元の文だったとしましょう。で、これがヒロシ、ミズキと、ユが図になると、ちょっと他の人に乗り換わってしまうんですけど、こういう変異があります。で、それ好きでが好きだになると。で、これは、まあ、少し変化したことで、少しだけ A 型と B 型変化する。O 型の場合にはもっと大幅な変化で、デートの「と」が抜けてしまう。で、そうすると「と」が抜けた上で3つずつ読むと「でーし」「たいし」「かしゆ」「うきな」「ふては」「なしか」「けず」という意味不明になっていますね。で、こういうような変異が起こることによってウイルスの遺伝子の塩基のところが変異することによって新しいウイルスになっていくという特徴があります。そしてちょっと遺伝子の話で、作成も含めてその米どころだと思いますので、ちょっとお米の話に絡めてさせていただきますと、私たちが食べているお米は、この胚があって、その胚乳があって、この、ここが発芽をするんですけど、この胚が発芽するときに、ジベレリンというホルモンを出すんですね。そうするとこの、胚乳の一番外側の古分層というところに働けて、アミラーゼというものを作りなさいという遺伝子を働かせるんです。で、そうするとアミラーゼができまして、澱粉を糖にして、この糖にしたものを胚が発芽に利用して発芽していくんです。で、このお酒、これがお米でありまして、このお米を利用して日本酒を作るときには、この澱粉をまず糖にするのを、麹かみでさせてるんですね。で、麹かみで、アミラーゼを糖にすると、糖を次に酵母菌を、で処理するとエタノールが出てくるということで、これがお酒作りの、基本ですよね。で、この、ような時 の、 そのジベレリンを作りなさいという指令も、ここアミラーゼを作りなさいという指令も、実はさっき言った ATGC で決まっている DNA の暗号でできてくるんです。それでお酒についてですけど、お酒は私たちの、生活で適度に飲むと、心を豊かにしてくれるんですけど、日本人というのは実はお酒に強い人が大体 5割ぐらいいます。で、お酒が少しだけ飲める人が4割ぐらいいます。で、ほとんど飲めない人が、1割いるんですね。で、それも実は遺伝子で決まってまして、さっき言った塩基の配列がグルタミン酸を指定する配列が2つ、お父さんとお母さんからもらった人はお酒に強い形になります。ところが、この GAA が、この G のところが A に変わった、この1文字変わるだけで、リシンという別のアミノ酸を指定するんですね。で、そうすると、2つのうち1つが変異すると少しだけ飲めるタイプになります。で、2つともお父さん、お母さん両方からリシンタイプを受け継ぐとほとんど飲めないタイプになるということで、私たちの体質なんかも結構遺伝子で決まってるんですね。さて、少しフランケンの話に、戻します。で、フランクリンは、さっき言った DNA の研究して、非常に本人は、世界的な発見のポイントとなる研究をしながら、実際は、ワトソン・クリックが実際はその、成果を持っていってしまいましたので、別の世界にいます。で、そこで進んだのが実はウイルスの研究の世界なんですね。
DNA の研究した後にウイルスを研究しました。でウイルスの研究をする中で特にタバコの葉っぱにモザイク模様を作るタバコモザイクウイルスというものを研究しました。当時アメリカにとっても世界にとってもタバコ産業とか非常に重要で、こうタバコの葉っぱにモザイク模様をつけるウイルスをどうやって対処していくというのが農業的に重要なポイントでしたので、研究も、熱心にやられていたんですけど、そのチームの一員として、活躍したんですね。ところが、その後、わずか37歳で、亡くなられてしまいます。卵巣がんでした。でそのワトソン・クリックがノーベル賞をもらい、彼女は、早くして亡くなったということで、フランクリンの名前は歴史から、なかなか振り返られることはなかったんですけど、ようやく最近動きがありました。でそれは、セイラーという人が1975年にこのフランクリンが実は活躍してたんだって初めて本を書いた後、これでも生物学の周辺の界隈の人しかちょっと注目されなかったんですが、ようやく最近生誕100年に近づいてきて、だんだんとこのダークレディオと呼ばれたという本が出されまして、フランクリンさんという人が非常に活躍していたんだということを、実際に明らかにしてくれた影響もあって、ロザリンド・フランクリン医科大学という大学ができ、そしてキングスカレッジというところにフランクリン・ウィンキンス図書館というものができました。それからチラシにも書いてあったと思うんですが、今年本当はもう打ち上げられてたはずだったんですけど、新型コロナで延期されました火星探査車ですねにロザリンド・フランクリンという名称が付けられて、今年延期されたんで来年以降打ち上げられますけど、その火星の探査車にフランクリンの名前が付けられました。で最後にウイルスと遺伝子の話で締めくくりたいと思います。ワクチンについては皆さん非常に関心が高いと思うんですが、新型コロナウイルスに関して先ほど言ったように、新型コロナウイルスはこの S タンパクという突起タンパクで人の細胞に侵入する。でその突起タンパクをブロックすれば、これを防ぐことができるというのがワクチンの原理です。この突起タンパクをブロックするこの槍みたいな抗体を作らせるというのが、ポイントなんですね。で今ワクチンをようやく、そのいくつか候補が上がってきまして、まだ完全な状態じゃないけれど可能性が出てきた状態でありますけれど、ただワクチンというのは注意しないといけないという副作用があり得るんですね。それは例えばこれが一つの例なんですけど、この槍で捕まえて侵入させない働きだったはずなのが、逆にこの槍でその白血球なんかに侵入させてしまって増殖を促してしまうという、逆の副作用もあるので、そういうことを注意しながらワクチンの開発をしなきゃいけないということです。これは PCR に関しては私が船橋医会で実際内容で、これはがん遺伝子に関しても実はがんというのは遺伝子の変異で起こるんですね。これは私たちの細胞の中で ATGC のさっきの並びとかが変化したことによってだんだんと通常の細胞ががん細胞になっていくんですけど、そのがん細胞になった時にそのがんが発生する原因となるこの赤の部分の変異があるんですね。この変異のところをブロックするために、例えばまずこの、ギレスタという抗がん剤を、使います。標準的にはそのギレスタという抗がん剤を使うんですけど、そのがんというのは手強いやつで、ウイルスと一緒で また変化していくんですね。遺伝子の変異が変化していきます。そうするとギレスタで効かないタイプのがんになることがあるんです。でその時にはその効かないタイプがどういうふうになってたかというのを、こういう医療センター、船橋の医療センターというところにある機械ですけど、これは標準的に全国にもある機械になってきてはおりますけど、その T790M というのがあるんです。これ、790番目のアミノ酸のトレオニンからメチオニンに変異するというのを確かめて、その変異があったら今度タグリストに変えましょうということですね。つまり今がんになった時の遺伝子の様子を調べて、その遺伝子の様子の変化の様子に合った抗がん剤を選択していくということが医療の世界でも進められております。さてウイルスはじゃあ非常に手ごわいというだけの、存在でしょうか。実はウイルスは非常に哲学的に深い存在でありまして、
単に手ごわい敵だということじゃなくて、実は私たち自身の体の中にウイルスの影響で私たちが進化してきたところがあるんですね。で、一番多いのが、人の体の中にある遺伝子がなんと5割、広く見ると5割ぐらいで、少なくとも 2,3 割ぐらいはウイルスのように増殖してきた遺伝子だということが言われております。で、その中の一番有名な LINE という遺伝子についてですけど、 LINE という遺伝子が私たちの体の中にいっぱいあるんですね。この LINE というのは不思議なやり方をしまして、 LINE という DNA がメッセンジャー RNA というコピーを作ると、このコピーをもとに DNA を再び作りなさいという酵素を作るんですね。そうするとそれがここに貼り付いて、またここに LINE を増やすんです。つまりコピーペースト、パソコンを使う人はコピーペースト、コピーペースト、同じ文章を次々に増やしていきますけど、こういうような形でLINE という遺伝子、私の体の中で増えてきた。ただ、じゃあ LINE が今でもウイルスのように増えているかというと、今は活動停止して安定してますのでご安心いただきたいと思うんですけど、かつてこういうふうな歴史で、私の体に遺伝子として増えてきた歴史があります。で、この LINE の遺伝子と、それからウイルスの一種である HIV が、実はそっくりなんですね。RNA が逆転射酵素を持っていて、これ侵入していって、これがまた脱出してくる。この様子とこの様子は非常に似てる、つまりここの中に入っているウイルスの中に入っている遺伝子は、もしかしたらもともとそういう細胞の中でこう自分でコピーペーストコピーペーストして増やしてきたものが膜をまとって外に出てきたものではないかという説があるぐらいで、もしかしたらウイルスと人の細胞というのは、起源はその同じところにあるかもしれないという話です。もう一つ重要な話で、私たちは子供を産み育てるという哺乳類として育っているわけですけど、哺乳類にとって重要なのが胎盤です。 お母さんの血液と赤ちゃんの血液ですね。こっちが赤ちゃんで、こっちがお母さんです。で、このお母さんと赤ちゃんの血液が間違っていけない。お母さんの血液と赤ちゃんの血液は血液型が違うかもしれないし、いろんな物質が違うんです。だからもし交わってしまうと拒絶反応が起こるんですけど、ここを交わらせずに物質だけやり取りする。赤ちゃんの例えば老廃物をお母さんにあげて、お母さんから栄養分を赤ちゃんにあげるというような、仕組みがあって、ここに血液を交わらせないけれど物質だけやり取りする仕組みがあるんですけど、それを作らせているその細胞をガッチャップして一つの大きなバリアにしているものが心室菌という遺伝子なんですね。この心室菌は実はウイルスが持ち込んだということがもう分かっておりまして、実は哺乳類が哺乳類として登場したのはウイルスのおかげなんですね、というような、ことがありまして、私たちは、ウイルスは手強い相手でもあるけれど、同時に私たちを進化させてきた存在でもあるということです。はい、それで、本日の話はこのダークレディと言われている本に詳しく書いてありますし、もし、興味を持たれた方は私の公式サイトや私の、Amazon で、いろんな本、ウイルス遺伝子という本も出しておりますので、まあ、ぜひご覧いただければと思います。で、最後固い話になってしまいましたので、まあ、最初のところに戻して締め切りたいと思うんですが、千葉県から、大学の同僚として同世代として池田智子さんの、活躍を応援しているということと、途中難しい話になってしまったところはあると思うんですが、ロザリンド・フランクリンという真摯に科学自然科学に向き合って、若くして非常に有能な研究をして37歳の若さで亡くなった100年前に生まれた女性がいて、それが私たちの今のウイルスと遺伝子の研究の、一番基本にいらっしゃるということを、心に留めていただければと思います。本日はご清聴ありがとうございます。学者のドロドロとした世界を垣間見ることができましたね。そんな中でもロザリンド・フランクリンが残してくれた功績は、現代のウイルスの謎を解き明かすためにも重要なものでした。またなぜウイルスが厄介なのかも理解することができましたね。さらにこのような専門知識を政策に生かし、私たちの健康を守ってくれている
朝倉先生のような市議会議員のご活躍にはとてもありがたく思いました。フロアの皆様から何かご質問やご感想などありますでしょうか。わざわざ船橋からお越しくださりまして、貴重なお話をしてくださいました。せっかくの機会でございます。どうぞご発言よろしくお願いいたします。何かございますでしょうか。何でも構いません。社会的距離を空けてお並びくださいますようご協力をお願いいたします。ホールのドアは引き続き換気のため開放させていただきますのでご了承ください。ありがとうございました。